積んだもんと紡ぎで学ぶ、ギャルあるある、一人称がアーシ。おはようなのだ。おはよう。聞いてよ。アーシ昨日さ、僕、いつも気になってたのだけど、紡ぎは自分のことを私って言ってるのだ。それともアーシなのだ。ん？アーシだよ。変わってるのだ。積んだもんの僕も変わってるよ。アーシって言い方かわいい。荷物が多い。なんだか小腹が空いたのだ。それならアーシお菓子持ってるよ。一緒に食べよう。なんだか今日は髪の巻きが甘いな。あ、ヘアアイロン持ってるから使う。紬のバッグには何でも入ってるのだ。4次元ポケット。イベントがあると人一倍はしゃいでしまう。やった、デス久々。いや、デスっていいか、学園祭なのだ。なんでそんなにテンション高いのだ。ほら、積んだもんもあげてこ。ありき。普段からメイクが濃いのですっぴんを見せたがらない。お泊まり女子会久しぶりだね。恋話しちゃう。紬、メイク落とさないの。絶対落とさない。紬のすっぴん見てみたいのだ。なんで女子会にズンダモンがいるの？すっぴんも可愛い子がなんだかんだ多い。謎ヘアピン。紬、前から気になってたけど、その服についてるのは何なのだ？これ、おしゃれでつけてるだけだよ。ヘアピンなのだ。絆創膏なのだ。なんで答えてくれないのだ？服にヘアピン止めるブームがあった。オタクくんって呼んでくる。オタクくん、何呼んでるの？あ、紬さん。その漫画面白そう。今度貸してよ。あ、はい、ぜひ。オタクに優しいギャルはいるのか。写真はいつでもピース。撮るよ。はい、チーズ。ピースの種類多い。ヘアゴムは肌身離さず。手につけてるヘアゴムもおしゃれようなのだ。これはいつでも髪結べるようにだよ。髪を下ろしてても紬は可愛いのだ。ありがとう。ショートカットのギャルはあんまりいない。デコル。紬、今って何時？もうすぐ2時だよ。マックシー。スマホケースが LED 並みに輝いてる。自己肯定感が高い。前向き。また失敗しちゃったのだ。どんまいどんまい。アーシもよくやっちゃんだ。次もっかいチャレンジしよう。ありがとうなのだ。ギャルは人を励ますのもうまい。